人吉の茂手山寺にやってきました。今から参拝します。駐車場ここにありまして、とっても広いです。弘法大師一夜建立70番札所、重要文化財仁王門。やらないかんだね。いかんでしょうね。あの今よフィギュアやってるじゃない、はい、外国で、はい、もう観客も誰もほとんどマスクつけてないよ。あの屋内でやってるのに、うん、あの当然アメフトは誰一人してないから、う、うん、で、あの表彰式の時にハグとかするやつ、うん、もう誰もつけてない、うん、外国はもうそういう感覚だね、はい。五重の塔を修復するんですか。なんか綺麗そうですけどね。はい、では参拝します。国宝本堂、撮影禁止ではないですかね。ないですね。はい、本堂は大日如来像。いやー、この五重塔は本当美しいね。で、本堂国宝だったんですね。ここに本堂の説明がありますね。1291年昭和30年国宝に指定されたと。では大師堂に参拝します。あ、法要をやっております。これは十三度不動明王ですね。ここに錦鯉がたくさん泳いでおります。ちっちゃいのから大きいのから、すごい好みが変わってるね。これは資料館ですか。これは何ですか。いや、たくさんありますね。讃岐百景土山寺。はい、こんな感じでした。それでは帰宅します。